さあ、引っ越し中です。サタン、守りん、あー荷物がいっぱいだよ。もうこっちも片付けだよ。今からあれを取るよ。わあ、大事ですからね。あー、でもさ、韓国でそういう何戦友広告みたいな、やったらそういうのもらえんのかな。後でもらえないんじゃない。やっぱもらえないよね。この先や韓国でやってもあなたに残るのはこれ一つだけだったかもしれないとか。そう、あ、今年もやります。どうですか、引っ越しの心境。引っ越し、もうなんかここ数日、もうほんと 2,3 週間ぐらいだけどさ、あの事件があって、長かった。A few inches later. 始まりました、川西美希の重調。ダーン。はい、ということでね、もう引っ越し始まったということで最終確認です。こっちにね、まあ、最終確認しつつのルームツアーですね。こちらこちらがね、クローゼットですね。一応気持ち的にはウォークインクローゼット、まあ、一応最終確認なんで、この中で何もないですね。ここはスタッフくんの服とかが全部入ってました。スタッフくんはいませんが、スタッフくんの分も全部ちゃんとスタッフくんよーでまとめてね、あれしましたよ、スタッフくん。そしてこちらの方は私の服が昔入っておりました。こんな感じだ。意外とね、収納スペースめっちゃあるんだよ。ここもあったし、こっちもですね、はい、ありました。で、廊下ってこういう感じです。はい、で、ゆうじくんです。すごいポンポン持ってきて。あ、これは、はい、こちらがキッチンでございます。いや、広いんですけどね、ここのあれはね、上になんか物が欲しかったなっていう、なんか収納する場所、それがなかったね、つらい。はい、ということで私の部屋でございます。次、はい、こちらシャワーですね。シャワー室、はい、こんな感じでしたよ。で、ここにもクローゼットがありまして、で、こちらにね、鏡があります。なんかエチエチはエチエチなんですよ。で、まあ一応ここにもね、クローゼットありました。まあ何も残ってないですね。で、トイレにも何も残ってないと。はい、で、ユージは残ってますと。はい、次の部屋でございます。はい、こちらですね。はい、私の寝室でございます。はい、ここももぬけの殻でございますね。はい、カムサムニダー。もう女の子は誰も連れてこずというね、結果でしたけど、まあ別に良かったんではないでしょうか。女の子もいないんでね、悲しい。一度も女の子を連れ込んだことがない家となりました。こんなエチエチなのに、すごい、ものの3、4分。いや、まだだって動画回してまだ4分も経ってないよ、すごっ。で、まだここスタッフくんの部屋なんですけど、ここにもね、荷物がまだいっぱいあります。で、スタッフくんはここで寝てました。スタッフくんは今いません。まあでもこんな感じなんだよね、意外と。はい、というような感じで進めております。次のカットでお家かな。ドーン。いやいや、そこ見て、すっげー、すごくない。あれ落としたら最悪だよ。あれ落としたら最悪だよ。機材全部入ってるよ、あれ。怖い、怖い。すごい、引っ越しこんなしてするんだ。俺2回以上住んだことないからさ、日本で俺見たことない。日本でもあんななのかな。すごくない、すごっ、天才じゃん。ゴイゴイスー。 6 hours later。 はい、ということで、もう時間もだいぶ過ぎて夜中の4時です。あの、素材を取り忘れたっていうことでね、もう引っ越しできました。ある程度荷物も置いてて、まだ汚いんですけど、早速行きたいと思います。もうここが玄関です。外です、ここ。もう共有で、ちょっとあまり大声出せませんが、この中入れば大丈夫です。ちょっと部屋番号は見せれません。そしてここの家のいいところ、ピンポンがあります。今までの家はピンポンがなかった。それすごくない。今までトントンされてそれでやってたからね。閉めて閉めて閉めて。はい、
ということで、我が家です。我が家です。我が家です。いや、すごい。すごくないこの玄関。まず玄関よ。めっちゃ広くない？今までの玄関、もうすごいじゃん。あの感じからよ。ここまで玄関です。いや、いいね。いや、もうすごくない？ここも。ダラダラダ、うわ、めっちゃ入る。でね、これちょっとやりづらいのがさ、奥行きやりすぎて。物に困るっていうのがあるんですけど、ね、はい、まあ、こんな感じで、まあ、まだまだ入るよ。いいですね、こういう感じで。あ、白くそう、これがなかった。めっちゃ広い。え、今までこんだけ。そう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 、ほんとこんだけ。今こんだけ、うん、ゴンって広がりました。ちょっとここら辺はね、ちょっと見てくださいよ。ここがオタクの部屋。はい、すぐもオタク。はい、さなちゃん、ももちゃん、はい、10万人のたけ、ももちゃん、さなちゃん、にな、はい、ちゃん、はい、こういう感じになっております。まあ、本当はここにね、壁にこう絵描けたりとかしたいんですよ。でそれこそこういうのとかもね、うん、描けたりとか、まあ、言っときますけど、これ僕のじゃないですからね。これ、うん、これジャポンの。ジャポンがうち泊まり来た時に、ちょっとこれ置かせといてみたいな。ああ、はい、次韓国来た時に、マー君の家取り行くわって言って、そっからコロナ。全然ジャポンちゃんとあるよ。玄関入ってすぐジャポンがあるからね。はい、はい、ということで、はい、こちらでございますよ。いやー、ちょっとここら辺はちょっとリアルだね。リアルだね、もう、はい、センサーだよ。はい、センサーここ廊下。ここですよ、廊下があるの。はい、うわうわ、エチエチ。トイレとお風呂です。シャワー、こんな感じなんですよ。いや、めちゃくちゃいいっすね。めちゃめちゃいい。こんなでかいんだよ。で、ここ開けてもちゃんと収納あって、うわ、めちゃくちゃいい。全然ないっすけどね。そうね、めっちゃいい。鍵もあんの、ちゃんと今回。え、前なかったか。なかったよ。あ、こちらです。はい、もう早速ですけど、ドンドーン、リビング。いや、なんか生活感。生活。いや、本当はね、ここにソファーとかドンって持ってきたいんですけど、はい、ソファーがまだね、はい、大家さんがソファー持ってくるから待っててって言われて、はい、ソファーとかもつくんだ。そうよね。そうよ、ソファーとかもつくし、まあでも気に入らなかったら僕ソファー買おうと思ってるんですけど。で、あとここに本当は照明があるんですよ。ここも光るんですけど、照明が入ってなくて、うん、これも大家さんに言ってます。言ってあります。そして見て、埋め込み式のエアコン。うわ、すごくない？埋め込み式いいよね。なんかもうそれだけでちょっとかっこいいもん。いや、もういいよね。で、こちらですよ。はい、フォールガイズ。サブチャンとかでやってます。ちょっとそろそろちゃんとね、ゲーム実況チャンネル作ろうと思ってます。もうこの中にまだ荷物がいっぱいあって、これがユージのパンツです。ねえ、やめて。最近年取ったらね、うん、トランクスがやっぱいいなってなっちゃって。で、こちらですよ。はい、うん、ごめんなさいね、汚くて。はい、キッチンです。だーん、素晴らしくない？素晴らしい。ここで料理もできて、こんなに広い。これよ、これ、こんなに、こんなに広いんよ。いらっしゃい。で、モッパンとかもここで取れますよ。うん、こっち側でね、逆に取ったりとか。そうね、まあ、いろいろちょっと試行錯誤しますけど。この照明よ、このこの照明、意味がわからんもんね。芸が、シンクはちっちゃいね。ちょっとちっちゃい。シンクはちょっとちっちゃいけど、パッてやって洗い物ここに置けるスペースがあったら、うん、そうね、それはマジででかい。で、溜めないようにいいんじゃない、逆に。洗濯機、韓国語で洗濯機。洗濯機、変わんないんですよ。はい、まあこういうところ、なんか収納が多いよね。多い。キッチン周りの今回。ちゃんと、うん、で、ここも全部収納ですから。はい、で、ここ、でかい収納だなと思うじゃないですか。なんとこちら、はい、冷蔵庫なんです。すごーい。これ冷蔵庫なんです。でも、もちろんここは冷凍室ですね。うん、え、次の部屋、はい。ここはもう本当はちょっと違う用途なんですけど、今は、じゃらーん。今は作業部屋みたいな形になってます。はいはいはい、はい。私の奇跡的に生きてたパソコンね。今ノートパソコンの方は今修理出しててないんですけど、僕の理想はね、ここにピアノとか置きたくて、うん、ピアノ置いてちょっと DTM 作曲をするスペースでここ使って、こっち側で編集とかするみたいな。だからノートパソコン帰ってきたからの話ね。ノートパソコンここ置いて編集するみたいな、こう作業を分けてやれたらいいなって思ってるんですけど、まあ実際のところここの部屋は本当はスタッフ君の部屋です。まだいないですから。スタッフ君が来ない、来れないんだけどね。そう、本当はスタッフ君がここベッド置いてっていう感じのね、まあとりあえず作業部屋として。まあこのまあクローゼットとかあってね、全然今何も入ってないですけど、うん、お客様用の布団とか入ってたりって感じですね。はい、で、ここよ。何っていうね。うわ、そのまま撮ってて。はい、うわ、ロフトです。これがすごい、天井高いっていいよ。そうそう、開放感。ロフトめっちゃいい。ちょっと上がってきなよ。いやいやいや、めっちゃ広くない？めっちゃ広い。こう92キロのデブがさ、そうね、ドーンって寝てもさ、うん、まあ、荷物とかもまだあってさ、だって俺ここで体育座り全然できるもん、上で。だってさ、うわ、ほんまや。
隅っこ暮らし。窓開くし、窓開くし、で窓も二重なんですよ。扉あって扉あってだから、うん、韓国冬寒いんよね。寒い。これで絶対寒くないじゃんっていう。そうですね。でほぼ防音だよね、こんな。そうね。全然てか周りの音聞こえなくなっちゃう。全く聞こえない。なんかこんなことできちゃうよ、ね。男の子なんか絶対やる。ということでスタッフ君の部屋とかいろいろなったってことは次は私の部屋でございます。そう。おいで。まあさっきここがね玄関だったわけですよ。はい。で玄関入ってこっちがもうリビングとかね、うん、なってますけど、そういうこと。はい。あげます。タラタラタドン。もうこっから俺の部屋だから。タラタラタラ。まずここなんか多分絶対用途違うけど。化粧室みたいな。あ、そうですね。で一応ここにドレッサーとかあったんですよ。うん、ここ椅子あってでなんかここで女の子だったら化粧とかするんかなみたいな。まあ化粧しないんで。なんかタオルとか置かせてもらってますけど。なるほど。こんな感じでございます。そしてトイレお風呂。出た。もうこっちのお風呂はこれついてるから。ちょっと広いよね。そうね。でこれ上から出る。上から出るやつね。シャワーね。そう。わーって落ちてくる。エチエチですよ。エチエチ。ドラマ撮れる、ドラマ。ドラマ撮れるよ、ここ。なんか、悲しい場面の。悲しい場面撮れるよ。うん、ここでトイレしたらね、うん、思ったの。うん。結構狭いんだよね。横が結構俺でちょうどいいぐらいでさ。近いなんて。ほんとだ。近いなってなるんだけど。ほんとだ。多分、デカキンさん無理。あっちのトイレならいける。あっちならいけるけど、うん、ゲスト用の。デカキンさんこっち無理だよ。まあ、僕で。いけるんでね、はい、まあ、僕もこれ以上絶対太らないようにしようか。やばいよ、もうちょいでまた100キロいっちゃうよ。やばいやばい。中学ぶり。中学ぶりなんだ。中学ぶりっていうのもすごいけど、ね、いや、そう100キロ。そうね。はい、ということで、はい、ここもセンサーですよ。センサーライトこちらですよ。何もベッドメイキングしてないけどここでございます。もうドンとベッドだけ。もうライトの照明見て、あの上からだ上だけここだけついてる感じね。いやでも本当はねこうやって間違えた。うん、全部つけられるんですけど、全部つければこんだけ軽っ。あれこんな軽かったっけ。昼間いた時はそうそんな分かんなかった。分かんなかった。めっちゃ軽いね。 こちらはもう服が、うん、バーってバーってもう、あなたの多い服が全部入った。全部入ったからね。 A few inches later。 はい、ということで無事引っ越しができました。イエイ。もうね、これだけ言いたい。前回上から天井からね水降ってきたじゃないですか。ああ、はい、上の人のせいで。はいはい。上の人いません。出た。我らが最上階。ということはもう、もう降ってくることないよ。ないですね。もうちゃんと次は降ってきたとしたらちゃんとした雨漏り。ああ、そっかそっか。それはもうちゃんとした欠陥ですから。うん、欠陥ですからね、はい、でもこれで欠陥は多分ないでしょうと。そうね、思いますので、もう次はちょっと足場ね固めたいね。1年以上は痛いなこの家。そうですね。もうさすがにもうきついかな。欲しい。めっちゃ金飛んだ。はい、ということで今回マキリ商事と小口さんとコラボ決定しました。イエーイ。こちらの財布、そうなんです、僕のグッズです。そしてこちらの大きなサコッシュも見ていただければわかりますけど、なんでも入るな。キャンディーボン入ります。まあ、分解しなきゃいけないんですけど、まあ、キャンディーボンが入るよと。ライブ中に必需品のみ入れれる可愛いサコッシュになっております。で今回3つともなんですけども、3色展開、黒、水色、オレンジで出しております。でこちら全て書いてるんですけど、このチェって書いてるんですよ。これチェっていう意味、推しって意味です。はーい。そう、オタクグッズ。そこはこだわりますとも。こちらがですね、受注期間が8月5日から20日までになっておりますので、これ受注生産もその期間にのみ注文があった人だけ買えますので、ぜひ皆さん買ってください。